型にバターをまんべんなく塗ります。強力粉を振りかけて余分な粉をしっかり落としたら冷蔵庫に入れておきます。くるみを小さく切っておきます。ソースを作ります。お湯で生クリームを温めておきます。鍋にグラニュー糖と水を入れたら中火にかけます。きつね色になってきたら時々鍋を揺すってまんべんなく色をつけていきます。勢いよく蒸気が出始めたら火を止めて生クリームを入れてよく混ぜます。このまま冷ましておきます。常温に戻しておいたバターを練って柔らかいクリーム状にします。グラニュー糖を3回に分けて加えて、その都度よくなじませます。ホイッパーに持ち替えて白っぽくふんわりするまでよく混ぜます。卵をサラサラになるまでよくほぐします。バターと混ぜ合わせた時に分離しないように卵は常温のものを使います。もし冷たい場合は湯煎で温めてください。3回に分けて加えてその都度滑らかになるまでよく混ぜます。すべて入れ終わったら、生地が少しキュッと締まるまでよく混ぜます。キャラメルソースを網でこしながら加えてよく混ぜます。アーモンドプードルも加えてよく混ぜます。
ておいた薄力粉とベーキングパウダーを加えてヘラで折り込むように混ぜていきます。粉っぽさがなくなるまで混ぜます。くるみを半分加えてざっくりと混ぜ合わせます。型に隙間なく入れていきます。焼き上がりがきれいに割れるようにバターでラインを引いておきます。残りのくるみを散らしたら予熱しておいたオーブンに入れて焼きます。180度で45分焼きます。焼き上がったら型を落として焼き縮みを防ぎます。粗熱を取ったら温かいうちに型から出します。ラップで二重に包んで常温で一晩置いたら出来上がりです。ご視聴どうもありがとうございました。キャラメルソースがたっぷりと入ったほろ苦くてとっても美味しいケーキです。ぜひ作ってみてください。卵とバターが分離しないようにそこにだけ気をつけて作ってみてください。常温に戻した卵をバターに数回に分けて加えながらその都度しっかり混ぜていけば乳化すると思います。ではまた今度お会いしましょう。